When house Ay came Ayano to my Ayano さんがお家に来たときッコがあって「happened that nobody was at home」家には誰もいなかったここはですね今回選択肢を見ていると名詞が入っていきそうなところですね回答は1番で「it happened that」の形です ここは、現在形で少し説明をしていくとですね、よく出てくる表現ですね。たまたま何々するという表現を、It happens that SV の形になります。書き換え表現は、It chances that の形として、たまたま何々する、偶然何々するというイディオムになります。 そうすると、この手の表現は、it seems that, it appears that, it turns out, it proves that, sv の形で、it seems, it appears that の形は sv のようだ。it turns out, it proves that, sv の形は sv が後にわかるというような表現になります。そのためですね、 7番の問題は、カッコの中には、It happened that nobody was at home という風うに入れていくと、家にはたまたま誰もいなかったというような表現になると。そうすると、書き換え表現は、happen to be という形を用いて書き換えることができるので、ここでいくと、Nobody happened to be at home. というい英文を作ることが可能になります。